5番手からのスタートがゼッケン22番森下レーシング宮沢大輝選手がスタートいたします。5番手のグリッドがゼッケン22番の、宮沢選手、 APG カップは初参戦になります。7番手のグリッドからがゼッケン4番エアスティック、木内修馬選手、木内修馬選手は今シーズンは第5戦の4位が最高位になります。8番手からが11番の桐原優馬選手、9番手大木隆一選手、10番手横山健太郎選手、そして11番手のグリッドが大草陸選手と、以上11名でこの最終戦ヤマハカデットオープンクラスの決勝戦が間もなく始まります。周回数は14周です。ここで隊列が整っていれば、このヤマハカデットオープンクラスの決勝戦スタートです。さあフラグタワー日照旗へ振られまして、今クリアスタート。さあゼッケン15番が大きく遅れています。横山健太郎選手ちょっとマシーン、なんか本調子ではなさそうです。ゼッケン15番の横山健太郎です。このオープニングラップは最後尾からスタートのゼッケン20番の大草陸選手が、今このストレートに戻ってきますが、4番手まで上がっています。1周目はゼッケン5番の木村晴人、2番手にはゼッケン6番坂東優勝、3番手ゼッケン10番清水隼人、4番手で大草陸、5番手21番奥住 J、 6番手22宮沢大輝、7番手ゼッケン9番勝川航平、8番手4番の木内修馬、9番手11番の桐原優馬、そして10番手に8番の大木隆一、11番手ゼッケン15番の横山健太郎と、今全車が2周目に入っています。さあ2周終了です。タイムは約2秒縮まりまして46秒台に入っています。1位と2位の差0秒518。さあ4番手の20番の大草選手が前との差を縮めています。3位と4位の差は0秒2です。まもなく3周終了です。先頭そして2番手の差は0秒51から0秒53。ファーストストラップは20番大草陸、45秒945です。さあここで、今1台周回遅れを作りながらトップ集団がトップグループが今抜けていきます。さあ3番手、おっと一気にここで第2位に上がったのが、ゼッケン20番の大草陸、最終コーナーのところ、2位に飛び込んで一気に2台抜き去りまして2番手です。1位と2位の差0秒908。もう一回2番手3番手が変わりそう。ブリッジのコーナー、
10番の清水隼人が一つまたも、順位戻しています。しかしもう一回20番の大草選手、さあ2番手争い、ダンロップヘアピン、1位と2位の差じわじわ広がってきまして0秒5から0秒9、まもなく5周終了です。先頭の木村春と2番手20番の大草陸、その差が1秒095、今のところ2番手3番手の差が0秒2、3位と4位の差が0秒1、さあここで2、3、4接近、現在6番手22番の宮沢選手、7番手に春日選手、8番手木内選手、さあ間もなく6周終了、さあ1コーナーのところは3番手争い、3番手4番手が入れ替わっています。ゼッケン6番の坂東優勝が第3位に上がっています。4番手が清水隼人です。そして5番手に21番の奥住自衛、6番手22番の宮沢大、7番手春川光平、8番手4番の木内修馬、9番手桐原優希、まもなく8番の大木隆一選手、現在1位と2位の差1秒212です。7周が終わっています。さあこれで8周終了、9周、今のところ順位の変化ありません。ファーストストラッパー5番の木村春人の45秒667に変わりました。このタイムはこの8周目でマークしているものです。45秒667、さあ再び3番手4番手が並んでブリヂストンコーナー、さあ10番の清水隼人と6番の坂東優勝の3位争い、さあこれで9周終了です。3番手争い、坂東優勝、清水隼人46秒台、その後ろから21番の奥住知恵もこの戦いの中に加わってきました。3、4、5、この3人の中で一番速いのは、この週5番手の奥住選手。さあ3番手、4番手、5番手、3台が接近してきています。46秒前半のタイムです。まもなくトップは10周が終わります。5番の木村春人先頭で10周終了、1位と2位の差は1秒45、2位と3位の差が1秒3、3位と4位の差、ここが0秒1、4位と5位の差も0秒2、さあ一番現在のところ3番手争いが激しくなります。さあまた1台、またこの15番の横山健太郎選手なんですが、なかなか思うようにペースが上がりませんで、今日は52秒台のラップタイムが続いています。
さあ3番手争いがストレート。11周終了、12周目。さあ残り周回数あと3周で3台が並んで、今一番後ろにいた21番奥住選手が上がった。さあゼッケン21番の奥住ジエがここでするっと3番手に上がったんですが、すぐさま、今度はゼッケン10番の清水隼人が抜き去っています。3番手争いです。先頭2番手、ここはほとんど差は変わっていませんが、3位争いは10番の清水隼人、奥住ジエ、そして坂東優勝といった順に変わっています。あと2周。トップを行きます木村晴人と2番手大草陸、ともに45秒台のラップタイム。ただ差は1秒4。さあ激しい3位争い、今度は6番の坂東優勝が前に出ています。坂東優勝、奥住ジエ、そして清水隼人と3、4、5順位が変わっています。ダンロップヘアピン、また、ここ4番手5番手も変わります。さあ先頭、これで13周が終わって、あと1周、残りあと1周、好バトルが続く3位争い。さあちょっと3位争い若干ではありますがばらけてきまして、6番の坂東優勝が、少し差を広げています。ブリヂストンコーナーは21が1つ上がった。さあ21番の奥住ジエが4番手に上がって、5番手清水隼人といった順になっています。1位と2位の差は1秒7、トップは全く変わらず5番の木村晴人です。さあとにかくこの3位争いなんですが、またここも順位変わっていますが、さあゼッケン5番の木村晴人、そして大草陸、3番手には6番の坂東優勝、4番手清水隼人、5番手奥住ジエ、6番手22番の宮沢大輝、7番手にゼッケン9番勝川浩平、8番手ゼッケン4番の木内修馬、9番手で11番桐原優馬、そして10番手が8番の大木隆一と、チェッカーを受けています。まあ、横山選手もチェッカーを受けましたが、最初ループ少しペース戻りました。それでも、やはり51秒台といった走行で終わっています。優勝した、木村選手、一言お願いします。今日のレースは、前日練習や、前週練習で、ジエに、練習してもらったので、いい練習になったので、1位になれました。練習してくれた皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。リク選手も一言。応援してくれてありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。予選は、ね、走り切らずでね、そこからの追い上げなかなかのもんでした。ありがとうございます。坂東選手、一言。今日は最終戦で勝ちたかったんですけど、今日は3位で優勝できなかったのでちょっと残念です。また来年もぜひ頑張ってください。ありがとうございます。それでは3名の方を挙げていただきます。
1位の木村選手には、エンジンをお渡ししてあります。ありがとうございます。チャンピオンエンジンです。はい、開けてください。はい、その行くよ。はい、どうも拍手。はい、それではシリーズ3位の誰だ、ごめんよ、清水選手一言ずつ。APG で年間3位になったので、今度は1位も目指したいです。はい、ありがとうございます。シリーズ第2位の、バンド選手一言。今年はチャンピオン取りたかったんですけど、負けてしまってちょっと悔しいです。はい、ありがとうございます。ねえ、シリーズチャンピオンですよ、木村選手、一言。今シーズンはなんか、昼から雨だったりして、決勝だけ雨だったりして、結構バタバタなことが多かったんですけど、チームの皆さんが手伝ったおかげで遅れずに済んで、レースで優勝などができて、できました。チームの皆さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。これジュースだから飲んで大丈夫よ。ジュースだから飲んで大丈夫。はい、じゃあ撤収、どうもありがとうございました。